パリオリンピック2024馬術総合馬術団体大会4日目イコール日本時間29日ベルサイユ宮殿一覧パリ五輪日本勢メダル獲得状況大会3日目馬術の日本代表チームが快挙達成1932年ロサンゼルス大会の障害比越個人で金メダルを獲得した西武市氏以来となる銅メダル獲得団体としては 史上初のメダルとなります。3選手の馬場馬術、クロスカントリー、障害比越の3種目による総合点で争う団体。減点方式のため、得点数の少なさで順位の優劣が決まります。日本はこの日、障害比越前に馬の体調不良により、直前で馬を変更しなければならなくなるアクシデント。ペナルティーとして20点の加点がつき、3位から5位と順位を落とし、 スタートすることになりました日本は田中俊幸選手、友と和馬選手、大岩義明選手が大きなペナルティーもなく素晴らしい演技で順位を上げ、合計115.80で3位となりました。